新潟県長岡市の酒蔵で久保田という日本酒を作っています。久保田雪峰というのが、アウトドアメーカーのスノーピークさんと共同開発したアウトドアで飲んでいただきたい日本酒なんですね。スノーピークさんも新潟県の三条市にある企業なんですけども、同じ県内企業というところとぜひアウトドアで日本酒を飲む文化を一緒に作りましょうと、まあ、そんなお手紙をいただきまして、この雪峰の誕生に至ったわけです。でやはり夜の中焚き火を見ながら飲んでいただきたいというのが一番こうイメージしたシーンですね。もともと酒というのはですね、本当に春夏秋冬の中で味わうという文化があります。この寒い季節ですと寒酒という文化があります。お酒を温めるという文化があるのは世界中ポピュラーではなくて、ただ今基本的に居酒屋さんですとか外で飲む文化っていうのはあまりなくてですね、こういった中でバーベキューを楽しみながら外で日本酒を飲むというのはすごく身をもってこのお酒のコンセプトというのを感じていただけるということで、本当に皆さん感じながら飲んでいただければと思います。ああ、いいですね。